はいどうもブラッドです今回は僕が注目しているマイナー選手の現時点の成績を紹介していこうと思いますでは早速トリプル A の野手から見ていきましょうまず1人目はオフにマイナー契約を交わしたハンター・ドージャースプリングトレーニングで大谷選手と同じ背番号17番を着用して話題になった彼ですがここまで19試合に出場して打率1割8分4厘 OPS5 割7分3厘 ホームラン2本と定名していますチームが所属しているパシフィック・コーストリーグが打者有利ということを考えるとなおさら厳しい数字が並んでいると言わざるを得ないでしょう続いてはジョーディン・アダムス現在エンゼルス内のプロスペクトランキング23位昨年メジャーデビューを果たしたアダムスですがここまで19試合に出場し打率2割3分4厘 OPS6 割4分7厘ホームラン1本 また三振率は29%と相変わらずアプローチが荒いですが盗塁は9個決めて失敗はわずか1つ自慢の脚力は発揮しています続いてはウィリー・カルフーンドージャーと同じくオフにマイナー契約を交わしたカルフーンですがここまで20試合に出場し打率2割3分9厘 OPS6 割8分1厘ホームラン1本 2019年にメジャーで OPS8 割4分8輪をマークした打力はまだ今のところ発揮できていません続いてはブライス・テオドシオ今期から初めて AAA を経験している彼ですがここまでサプライズな活躍を見せています21試合に出場して打率3割5分5厘 OPS9 割7分5輪、ホームラン1本さらにツーベース3本にスリーベース6本と長打を量産しています テオ・ドシオは前年までのマイナー通算打率が2割1分 OPS は6割4分5厘なので現在の成績は非常に驚いていますしこのまま打ち続けるとは正直思わないですまた三振26個に対しフォアボール2つという打撃アプローチの荒さもメジャーで活躍できるのか疑問符がつきますとはいえテオ・ドシオは守備走塁の評価が非常に高い選手なのである程度成績を維持していきなおかつ メジャーの外野手に怪我人が続出すれば、チャンスが与えられる可能性はあるでしょう。続いてはピッチャーを見ていきます。まず一人目はザック・プリーサック。オフに100万ドルで契約したプリーサックですが、ここまで4先発で防御率6.98、ウィップは1.55。また9イニングあたりの奪三振数は8.4で、フォアボールは4.2となっています。続いてはアンドリュー・ウォンツ。 ウォンツは4先発して防御率4.15ウィップは1.1その中でも4月4日の登板では6イニング1失点三振は11個と大活躍しこの週の週間 MVP にも選ばれていますしかし19日に前腕の負傷で7日間の IL に入ってしまったのが非常に残念です AAA ラストはケニー・ローゼンバーグ昨年はメジャーで7登板し防御率3.82と まずまずの活躍を見せたローゼンバーグですが、今季ここまで四先発し、防御率四点一三、ウィップ一点一三をマーク。九イニングあたりの三振は十点一個で、フォアボールはわずか一点五個。リーグを考えても悪くない成績だと思います。続いてはダブルエの選手を見ていきます。まずはカイレンパリス。昨年メジャーデビューを果たしたパリスですが、今季は十三試合に出場し、打率一割六輪。 OPS3 割5分9厘ホームランは0そして課題の三振率は37.7%と昨年の29.4%からさらに悪化しています守備走塁は全く心配していないのでとにかく打撃アプローチの改善が急務ですね続いてはコール・フォンテネル昨年ドラフト7巡目で指名されたフォンテネルですがここまで12試合に出場し打率2割5分 OPS7 割7分5輪、ホームラン1本また出塁率はチームトップの3割8分6輪 WRC プラスはチーム2位の144をマークしていますフォンテネルは内外野守れるスイッチヒッターでそのユーティリティ性が魅力ですスプリングトレーニングではメジャーリーガーに混ざってプレーする機会もたくさんありましたしこのままどんどん成長していってほしいです続いてはネルソン・ラダー 現在エンゼルス参加1位のトッププロスペクトであるラダですがここまで14試合に出場し打率1割9分6厘 OPS4 割7分2厘ホームランは0今のところはダブル A のレベルについていけてないですが年齢がリーグ平均よりもかなり若いのでこれから適応してくれるでしょう続いてはタッカー・フリントフリントは参加のランキングに入ったことがないですがパワーが魅力の選手です ここまで14試合に出場し、打率3割1分4輪、OPS8 割9分3輪、ホームランは2本。WRC プラスはチームトップの170をマークしています。昨年はホームラン13本、OPS7 割5分3輪をマークするなど、ブレイクの兆しを見せていましたし、組織内では数少ないスラッガータイプですので、このままいい成績を残してほしいです。続いてはケイドン・デイナー。 現在エンゼルス参加2位のトッププロスペクトであるデイナですがここまで3選抜し防御率1.47ウィップ0.6と好成績をマークまた9イニングあたりの奪三振数は9.3でフォアボールは1.5素晴らしい数値を記録しています先ほど紹介したネルソン・ラダとともに今季が初めてのダブル A でのプレーとなっていますがデイナの場合は早速活躍していますね スプリングトレーニングでも高騰していましたし、これはエンゼルスにとって非常に明るい話題です。ぜひ将来はスケールの大きなエースになってほしいなと思います。続いてはベン・ジョイス。現在参加4位のジョイスですが、ここまで4試合4イニングを投げ、防御率は9.0、ウィップは2.25、9イニングあたりの脱散進数は13.5ですが、フォアボールは9個と、相変わらずの荒れっぷりとなっています。 ぜひジョイスには今季全球となったロバート・スティーブンソンの代わりを果たしてほしいピッチャーなので、まずはコマンドを改善させて、好成績を上げてほしいです。そして最後にビクター・メデロス。現在参加15位のプロスペクトで、昨年メジャーデビューを果たしたメデロスですが、ここまで3選抜し、防御率は8.49、ウィップは1.8。開幕から2試合炎上が続きましたが、直近の登板では6イニングを1失点と高騰していますので、 ここからどんどんいい数字になっていくでしょうはい選手の紹介については以上でここからは所感として個人的にいい選手悪い選手1人ずつ挙げていこうかなと思いますえまずねいい選手なんですが僕はケイドン・デイナですねもうほんとメジャーで彼の登板が見られるのが今から楽しみです今年はまあ3先発って言いましたけど最初の先発では4.2回を投げて2失点で次は6.2回を投げて1失点 で、直近の登板では7回投げて無視点。で、この3登板合わせてフォアボールが3つのみ。抜群の安定感素晴らしいですね。これでまだ20歳。で、舞台はダブル A と。今シーズンが終わる頃にはトップ100にきっと入ってるんじゃないかな。そんな成績ですね。で、一つね、球団に言いたいのは、絶対にメジャー早期昇格するなよと。まあ、しないと思うけどね、さすがに。 彼はちゃんとじっくりマイナーで育てて。で、よし、今だっていうその時が来るまで絶対焦って、もうコールアップしない。これはエンゼルスにお願いしたいですね。もう特に今年もし上げるようなことがあれば、もうね、大幻滅。まあ、さすがにないけどね。うん、一応言っときます。で、じゃあ逆に悪い選手ですけど、まあ、パリスですね。エンゼルスの内野のデプスは全然熱くないんで、正直今年、 どっかでパリスの力を借りることになるなと思ってました。なので、もういつでもメジャー行けますよっていう感じで、マイナーで待機してて欲しかったんですが、ま,あ、まさかの成績上がるどころかもう大不振もいいところと。あちょっとこれ不安ですね。どっか痛みを抱えながらやってるのかっていう思うぐらい、結構不安ですので、うん、ちょっとこれからね、良くなっていってほしいですね。 まあ動画の中でも言いましたけどとにかく三振率がだいぶ悪くなってるんでとにかくまずはコンタクトを増やしてほしいです守備走塁はやっぱ魅力ですからね近い将来レギュラーになるためにもまずはコンタクト率を上げてほしいですねはいじゃあそんな感じで今回は以上といたしますご視聴誠にありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょう Let's go! エンジェルさよならバイバイ